はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、またちょっと一風変わったちょっとフィギュアを紹介したいんですけれども、今回ご紹介するのは、こちらです。スパイダーマンマーベル、はい、こちらのね、ビニールボブルヘッドって言ってね、多分ボブルヘッドだから首がねプルンプルンと回るやつだと思うんですけど、これがね定価980円するんですけど、おもちゃ屋さんの倉庫っていうね、すごいアウトレット品を取り扱ってるお店があるんですけど、そこでね、このこれが980円が、199円で売ってたんですよ。はい、なのでね思わず、買っちゃいました。はい、これがこんなのが出てることすら知らなかったんですけど、ちょっとねレジ前に置いてあったんでね、しかも種類がこんないっぱいあるっていうね。まあ、狙いはね、まあ、もちろんスパイダーマン上の 1,2,3 体とあとベノム、ここら辺狙いだね。でね一応ねこれをね3つ買ってきました。199円だったんで思わず3つ買っちゃいましたけど、一応ねすごいいっぱいあったんで、なんかこれを見る限りベノム絶対重いだろうと思って、ちょ重さをねこうやって、まああからさまにやるとあれなんでね、ちょっとこう取るふりしてこう測ってて、これが一番重かったんですよ。これが一番重かったんで、これ多分ベノムだと思います。はい、なのでこれはちょっと一番最後でこの2つちょっと開けて先に開けてみましょう。はい、これはどうなってんだろうな。ビニール剥がせばいいかな。はい、こういう感じで、これは別にいいか。じゃあ、まだついてるか。これまだついてるな。じゃあ開けてみましょう。あ、すげえ簡単にペロンって取れた。え、糊がちょっとしかついてないんだけど。さあではね早速、中身見たいと思います。何が入ってるか。狙いはスパイダーマンだ。スパイダーマンよ来い。1体目いくぜ。せーの。あれ、わお、そういうパターンか。なるほど、なるほど。ははー、なるほど。そうきましたか。じゃあこれはね、ハサミでちょん切りましょう。はい、よし。じゃあ一体目いきます。せーの。スパイダーマン来たけど、めっちゃ首が、あさっての方向向いてんけど、え？戻る？え？戻らなくない？これ。え？あ、戻るか。あ、びっくりした。はい。こういう感じでね、プルプル震えるんですよ、これ。プルプル。やっといきなりプサイダーマンじゃねえ。スパイダーマン当たった。しかも一個吹っ飛んだ。え？このスパイダーマンは普通の、あ、ナンバーワンのスパイダーマンだね。うん、よー、すげえ。ラッキーラッキー。いきなり来てくれたスパイダーマン。やったぜ。2017年発売や、去年か。すげえ。いや、980円だけあってね。まあ、塗装もね、すごいよ。濡れてますしね。いいですよこれ。かわいいし、ブラルンブラルン、いいねいいね。これおしゃれおしゃれ、かわいい。はい、ということで、もう一つこの軽いやつ、ちょっとね軽いんですよ。
どう見てもね、ベノム以外は絶対軽いと思ってるんで。あれ？そっちから開いた。そっちから開いた。ああ、これ切った中にめくれちゃうな。まあいいや。あれ？さっきなんで綺麗に。しかも、下から開いちゃった。なんか、あ、とりあえずあれか。黒い、あれだから。いや、俺的にはブラックスパイダーマン欲しいな。よし、いきます。2体目。あれ、これどう持ちゃいんだ。これ持ち方がわかんない。よし、いくぜ。せーの。誰これ。え、なに、え、こんなんいた。え、なにこれ、誰。ここにいた。誰やねんこのおっさん。そんなおっさん誰やねん。羽生えてるし。え、何このおっさん。あ、ちっちゃいおっさんか。あれだ、都市伝説の小さいおじさんだ。おじさん小さいおじさん。ほら、緑色っつってたもんね。あ、それを立体化したんだ。なるほど。これ何の羽生えてるしね。これちっちゃいおっちゃんでしょ、これね。絶対絶対ちっちゃいおっちゃんだよこれ。縁起物だこれ。じゃあね、3個目。もうこれね、ほんと明らかに重いんですよ。めっちゃ重いこれ。いや、これ絶対ペノン。これ開いてるしね。あ、ここで使えるんだな。あれ、え、どっちから巻いた。くっそ、マジか。めんどくせえパターンだな。これ綺麗に剥がれるんだよな。剥がれるかな。お、綺麗に剥がれた。ねえ、どっちから巻いたな。まあいいか、どっちからでも。めっちゃ、ほら、だって大きいもんこれ。わかりやす。これわかりやす。いや、よかったよ。これベノムはね、皆さんこれ明らかに重いんでね、選んで取ることできますよ。よし、いくぜベノム。これはどうかね。あ、これこうだな。よし、いくぞ。せーの、せ、なんでやねん。